みなさん、こんにちは。今日はカリフォルニアアシカのココちゃんがやってきてくれています。今からお姉さんがトレーニングするので、その様子を今日はお届けしたいと思います。お姉さん、なんか解説しながらお願いします。ちゃんの紹介はもうお姉さんがしていただきましたね。はい、ではですね、皆さんに紹介、少し詳しく紹介していきたいと思います。こちらに登場してきたのはカリフォルニアアシカという種類です。日本の水族館で一番多く飼育されている種類ですよ。そしてオスとメスでどんなところで見分けるかというと、1つ目、体の大きさで見分けていただくことができます。メスは成長しても体重100キロほどですが、オスは350キロほどにまで成長していきます。ちなみにポポちゃんはメスですね。ポポちゃんはですね。ポポちゃんの現在の体重はですね、約75キロほどあります、今。そして体の大きさだけではなくて、実はもう一個見分けるポイントがあるんです。さあ、皆さん一体どこだと思いますか？どこでしょう？実はこのおでこのあたりを見ると見分けることができるんです。おでこ、オスアシカのおでこを見てみると、実はここにですね、ちょっとコブのような出っ張りがあるんですが、ポポちゃんとても平らですよね。何もないです。何もなければ女の子ですね。コブがあれば男の子と見分けることができます。ぜひ覚えてください。さあ、そしてポポちゃん、先ほどからたくさんのお魚食べてますね。ビーチランドではアジ、サンマ、ホッケ、イカナゴなどたくさんの種類のお魚を食べていまして、実は丸飲みにして食べているんです。そのお姉さんの腰のところにあるバケツがポポちゃんのご飯ですか？はい、ここにたくさんポポちゃんの今日のお魚が入ってます。いっぱい入ってます。そして皆さん、ぜひこのポポちゃんのですね、鼻先に注目してみてください。何か入ってますね。実はこれアシカのヒゲです。いっぱい生えてます。ちょっと難しい言葉で感覚毛というのですが、どんな役割をしているかというと、自然界ではお魚を見つけるときに使っているんです。お魚が泳いだときにできる波をこのヒゲで感じ取って、お魚を見つけることができるんですよ。すごい。おっとっとっと、ごめんね、ポポちゃん、ちょっとお魚が見つけましたね。じゃあ、すごく感覚毛ってことは、なんか敏感にできてるおひげってことですね。そうですね。では、このひげを生かして、ポポちゃん、ここでかっこいい種目を皆様にご覧いただきましょう。使うのはこちらのボールです。せーの、よいしょ。さあ、いかがでしょうか、ポポちゃん。頑張って上手にバランスを取ることができます。すごーい。おー、すごい。かっこいい。ありがとうございます。この2本の前足の力強さ、お分かりいただけたのではないでしょうか。おっと、ちょっと眩しかったかな。ポポちゃん頑張って。ポポちゃん頑張って。待ってる。ポポちゃん、もう一回ね、頑張って、しっかりと鼻先にボールを乗せて、もう一回、はい、今度もかっこよく決まりましたね。バッチリです。では、今度はアシカショーの中でも皆さん見たことあるのではないでしょうか。こちらの、よいしょ、輪っかを使ったパフォーマンスに挑戦します。アシカは動いているものを見る力、動体視力がとても優れているので、遠くから飛んできた輪っかもしっかりとキャッチをすることができます。ポポちゃん、調子はバッチリなので、私と息を合わせて投げ輪パフォーマンスに挑戦をします。ちょっと眩しいかな、頑張ってね。頑張れ。2本目、上手。3本目、4本目、
い、もうちょっと近くで見てみますよ。ここちゃんの特徴はですね、鼻先に生えているヒゲがとても長いことが特徴です。このヒゲ、顎の下で交差するほど長いのがポポちゃんですので、ぜひ覚えてあげてください。なるほど、皆さんぜひ覚えてあげてください。かわいい。今回活躍したのは女の子のカリフォルニアシカポポでした。バイバーイ。